高橋くんかっこいい、秦野くんかっこいいってめっちゃ言われてるよ。いいな。ありがとうございます。走るくんかっこいい。秦野くん、いまだにインターハイがめっちゃ残ってるらしいよ。高2に負けた時のね。そうですよね。印象が。なんか、悪いね。13、14。はい、負けてます。あ、絶対っていう、誰これ。14、出ましたってよ。高橋くん、臭いって。これ誰、知ってるでしょ誰ですか。いや、見て。いや、こう僕、もし出てないです。加工太郎？ T 高太郎？あ、そう。あ、それ、カジュさん、あれです、テラダス。あ、テラダス。わ、ハジルン、声かっこいいって、あれですよ。あるーす！ハジルン、声かっこいい。カモさん、ハジルン、教室お疲れ様、できた。できた。カンさんもっと喋ってくださいよ、いつも通り。オフ感出てますよ、オフ感。だって俺、夜はオフじゃん。15、14。はい、変わってないです。多分、ラリーになってるかな。これ誰これ、バドミントン選手の中で一番ハタルリクという人が好きすぎてるんですけど、これって犯罪ですかって。誰これ本当だったらめっちゃいいですね。誰この人でしょ、え、いや、わかんないですね。でも、本当だったら嬉しいですね。ありがとうございます。犯罪じゃないでも。いやいや、そんな犯罪じゃないっすよ。そう、僕のこと好きになってください、皆さん。163人の皆さん、僕のことを好きになってください。でも、あれだよ。みんなの顎長いで多分覚えられてるよ。これ結構コメント多いから。アンシエさん。じゃあ悪い意味すごい強い待ってる。16、15ですね。誰顔でかいの、大輝さんじゃない、久しぶりですね、大輝さん。カモさん、大輝さん見てますよ。だめ、見た、見えた。ちょいちょい絡んでくるんですよ、話、俺に。もう好きだから、俺のこと。高橋、俺見て爆笑しまくってます、だって。はい。高橋選手のストーリーズ見まくって爆笑しまくってます、だって。本当ですか、最近、肌のめちゃ楽しいんですよ。付き合ってるもんね。でも、めちゃくちゃいい試合してるね。はい。付き合ってないっす。ずっとシーソーですね。うん。友野さん、こんばんは。カムさん、眠たそうでめっちゃ来てますよ。何件も。俺めっちゃね、夜やるといつもそう言われてるよ。本当ですか。眠たい。カムさん、明日オフ。え？明日オフ。そうよ、俺明日オフよ。久しぶりに、もう俺日曜日しかオフないじゃん。まあみんなそうか。この視点の最高っすね。イエイ。今、16-17。16-17。ユータのサーブっす。でもまあ二人はどちらともサーブうまいしね。ユータも。でも、さ、ね、オール。17オール。なんか早い、ちょっと。セムティオール。畑野さん、高橋さんが仲いいんだなと思ってますけど、バトルの中で特に仲良しとかいますか？だって。仲いいんじゃないですか、みんな。それこそだって、ハシルさんとカムさんとかもめちゃくちゃ仲いいじゃないですか。まあ、仲いいっていうわけじゃないけどな。まあ、愛し合ってるって感じよ。キモいわ。
仲いいじゃないですか。ハタの高橋には負けるけど。まあ俺とこはでもまあ確かに仲いいのかもしれないっすね。いや仲いいやったら結んでないよね。え？なんか噂ではなんか一緒に寝てるっていう噂やん。いやそれマジやばいっすよ。それ同じ部屋やろ今。いやいやいやもうカーテンの色で違うじゃん。あーまだねまだ行ってないんだ部屋に。はいまだとかじゃないっすから。まだ早い。まだとかじゃないっすか。まだ行ってないっす。まだ行ってないっす。18、17。言っても相手もあれでしょ組会でしょ。そうっすね。1970。定期じゃないもんね。そうっすよね。はい。でもさ、見てる方がさ、こうやって組会もさ、たまには面白いよね。まあ、なかなか。やってないですか。なかなか見れないじゃん。はい。で、ほら、昔とかさ、まあ、畑野の時は知らんかもしれんけどさ、オールスターとか、はい、あれなんか聞こえなくなった。東西対抗とかあったんよ。はい、はい。その時にいろんな人と組んでやったりしてたからさ。ああ。うん。ね、それ面白そうじゃない？いろんなチームで一緒にさ、組み替えてやるって。いいですね。うん。ね。あ、カーテン閉めろ言われたもんね。じゃあ、閉めてきまーす。わあ。こんばんは。何今からやりましたごめん、こう。え？自分の電話が悪かったみたいです。あ、そうなの？なんか、みんな、くるくるしてたっす。4-2。何なんだろうね。わかんないっす。はい。4-2でリードしてんの？はい。今見たらなんか15人ぐらいフォロワー増えてました、今。嘘。何？僕も増えてました。俺見てない。お楽しみにしよう。これ今何マックス4人なんだっけ？できるの。あ、4人も。多分4人なんすかね。5-2でか日本勝ってます。コウさん、あくびじゃない、釣りやってください。この人ずっと釣り言ってるよ。うん。ジョジョキングヌーさんすか？それやったほうがいいんじゃない。何スペースって呼吸とか混ぜてってよ。ファイブツー、はい、カドキューさん入れますか。え、俺の声聞こえへんって来てるんですけど、聞こえないですか。なんで聞こえてるけどね。聞いてない。今度一緒にやりましょう。あ、橋上さん、スマッシュ打つときにスイートスポットに当てるコツとか練習とかあったら教えていただきたいです。うん、スマッシュでしょ。いや、スマッシャーの先輩じゃないですか。え、今のスマッシャー卒業言って、どうぞ。はい、どうぞ。タイミングじゃないですか。スイートスポットに当てるなんて、多分タイミングだと思います。僕は。おい、この空気どうにかしてくれよ。いや、ほんとっすよ。なんでみんな黙ってるんですか。俺なんか間違ってるっすかね。もうちょっとな。俺、間違ってるっすか。かえ
ハチルさんって混ぜてほしいんですかね。でも4人までしかダメなんすよね。でもこういうのでね、角級旅館皆さんぜひ高岡市大仏前角級旅館。あれ正体が2機見れない。あ、カムさん来てますよ。前衛の時意識してることは何ですかって来てます。意識してること、意識でもやっぱあれじゃない、ハタの方からさ、それで意識してることちょっと話してみた方がいいんじゃない。カムさん何言ってんすか。本当によくないっすよ、本当によくない。今なんて6-4 で勝ってます。 6-4 俺だけなんかずれてるって言われるんですけど、はい、なんで。走るの今外したっす。 Wi-Fi かなんか。あ、そうなの。でもいいね、こうやってコメントにだいぶ速報を出してくれるから分かりやすいわ。確かに。セブンフォー。ユータ渡辺のサブですね。ナーコ。そうですね。バカにしてるやん、お前、それ。そうですね。もう昨日、おとといから話してた、ね。橋本さんに、なんか質問された、なんか、だよな、みたいな聞かれたときに、はいって言ったら、コミュ障だったんで。そうですね。コウ君の顔見えませんって、もっと近づいてなんか見せてほしいらしい。ああ、かっこいい。はい。うわ、ひげそれ、まず。ひげがナマズみたいになってるやん。言われたくねえな、お前に。かっこいいけどね。マジ、うん、やっぱ。この人、ま、鶴のネタやべえ、マジで。おい、やっぱ鶴やってほしいんよ。だって鶴しか来てないもん。鶴、トナミトラックとの宮島遭遇っていうのかな。遭遇だってます。宮島さんじゃん。いや、俺、そこじゃない。宮島さんわかんない。栄じゃん。え、わかりますよ。うん、だから言ってるよ。先輩ですもん、俺の。全然、全く食べてないですよ。俺もあんま食べたことないけど。俺、未だに見たことない。本社の1回しかないわ。俺多分それすらもないです。写真でしか見たことないです。ない、あ、はい。もうヒュート。ナイスタイプじゃん。リードしてるじゃん。リードしてますね。これ中、やばいっすね。でもさ、この時さ、点数数える時さ、みんなさ、英語で言うんだろうね。ああ。だってさ、これ9対5ですねって言わない。10対5です。10対5です、今。9-5ですって言ってるっすね。はい。今10対5なの。10対5っす。言わないっす。10対5ってそんな言わなくない？ 10-5。10-5っすって言うよね。11-5。一気に行ったじゃん。あ、国内大会とか行くじゃないですか。え、早い。いや、インドネシア語で言われるんですよ。うん。どういうこと？あれ？え、だから日本だったら1対1みたいな感じで言われるんですよ。インドネシアのな国内に行けば。インドネシア同士の戦い、あるじゃないですか。そういうこと、なんか、そんな感じ言うんですよね。え？普通にインドネシアの国内の大会あるじゃないですか。は、普通に日本で言ったら、日本でも英語で言うじゃないですか。インドネシアだったら、普通に1対1、うん、2対1とか言うんですよ。いや、日本語じゃないです。インドネシア。日本語で？
そう、日本、インドネシア語で。インドネシア語でってことですよね。ああ。そう、そんな感じで。サトラギ、サトラギとか。ドゥ、え、サトラギ、ドゥア、ドゥアだっけ、ドゥアだっけ。ティガ ?3 以上わかんない。ティガ、ティガしかわかんないです。4がフォゲフォゲみたいな感じですか。適当に言うねん。ちげえわ。フォゲフォゲって感じした。それは違うわ。ほら、サトドゥアティガって書いてある。ほら。ティガの後は？ディはティガ。ハタノ？ん？ハタノさん、なんでエラ伸ばしてんすかって来たよ。え、なんか俺、ほっぺフェチみたいなとこ多分あ、ね、戻ってます。はい。はい。そうですね。じゃあ、ファイナルの出だしだね。そうですね。なんか、高音注意で俺なんか止まったんすけど、携帯。携帯変えた方がいいんじゃないですか。新しいよ、まあ、なかなか。だって自分と一緒ですもんね。まあ、確かに真似したがわすけど。半年前ぐらいですよ。iPad に立て替えしたんよ。そしたらなんか熱くなってダメだった。ああ。16です。もう2ゲーム目はいけそうですね。そうだね。でもなんでイエローカード出たんかな。なんだこれ、ハタン選手のデザートゴムゴムの意味ですか。どういういじり方。ゴムゴムの意味ですか。ケビンファイナル13で10点で負けてます。はい。2ゲーム10点の負け？見えるかな ?18-6 です。なんかもう捨ててるね。はい、2ゲーム目はもう。はい、サービスホールド、サービスホールド4回取られてるらしいよ。やば。でももうこの感じ勝てそうじゃない？はい、サービスホールド結局流れつかめないよね。ダブルスとなおさら。いけそうだね。下野選手、口の動きと声がずれてるから喋ってる時の表情がすごい面白いです。いや、俺はずれてないですけどね、多分見てる側なんでかなんですかね。いいなぁ、カムさんの家行きたいなぁ。カムさん自己、え、カムさん自己、今からカムさんの家行きたいなぁ。なんでなんかこの動画内だ、動画内っていうかもうこのライブ内のこの見えてるあれでももうなんか家が分かっちゃいそうっすよね。なんかあれでしょ、広いでしょ、やっぱ波多野と高橋の部屋と比べて。まあまあまあ、かわちょっとっすけどね。多分波多野高橋の部屋俺のトイレぐらいやぞ。いや、それは言い過ぎっす。それは言い過ぎっす。それは言い過ぎっすけど、たぶんカムさんの寝室ぐらいの大きさの可能性あるっす。そうだね、それぐらいだね。でもそれよりちょっと広いんじゃない？気持ち広いぐらいかもしれないっす。うん。そうだよね。はい。で、俺もさすがにそこは狭いなと思ったもん。でも、カムさんはここにもう何年も。そうだよ、8年か9年住んでたんじゃない？もう全然違うところに住んじゃったっすね。ほんとよ。
でも、でもちょっと狭いよね。いや、狭いっす。ねえ、今何畳の部屋に住んでんだっけ？いや、これどんぐらいなんですかね。8はないっすね、絶対。6.5、7とかじゃないですか。6か7でしょ。はい、多分それぐらいっすよね。うん。2軒目取りました。はい、6点 ?7 点です。てか、116とか言ってなかった。でも、ほんと2ゲーム目の序盤の時に34分とかだったのに、今42分とかですもん。だって、あれ見てみて、あの棒グラフ。棒グラフ。棒グラフってこれですか？なんか、そうしてみたらなんか、それ1ゲーム目じゃん。2ゲーム目ってどうやって言うんですか、うん、あったあったはいやばくねそれあオレンジが2本ってことかそう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 やばいなこれこれ序盤めっちゃちょっとセッターで一気に離れたって感じですそうだね。多分あれじゃない？ホルト取られて、もう一気に歩けなくしたんじゃない？うん。ファイナルゲーム、始まりました。マジで出だし行ったらいけそうじゃない？はい。勝ってほしいなぁ。地震強度って書いてある。ほんとだ。地震強度。地震強度って、あれ、インカレやってるとこじゃないの？いや、奈良です、インカレ。奈良です、ね。詳しいね。教授です。詳しいね。はい、知ってますよ、そのくらい。何、どこで やってんの、今、インカレ。何市奈良です。奈良あ、それは分かんないです。え、京都地震なんだよ。あ、知らない。悪い人だな。なんでお前もやってんねん。ワンオール。見て、調べてみますか、京都。うん。あ、桜井市らしいです。詳しい。ライブスコアどうやって見るんですかって、